はい、というわけで今日も元気よくしないの勉強やっていきましょう。今日マスメディアと世論についてやっていきたいと思います。教科書は84ページ85ページになっていきます。それではこの2ページの結論から見ていきたいと思います。私たちはマスメディアやインターネットから政治の情報を集め、それをそのまま信じるのではなくて批判的に読み取ることが必要になっていきます。はい、それでは今回重要語句見ていきたいと思います。重要語句は3つですね、まず世論 D、 マスメディア E、 メディアリテラシー B という風になっています。それでは内容について見ていきたいと思います。はい、今回は重要語句3つっていうように、まあ、そんなにまあ、正直その大事なページじゃないというか、とにかく時間がねえという人は、まあ、このページは飛ばしてもらってもいいかなというふうに思います。ただ、まあ、マスメディアって何なのとか、メディアリテラシー何なの、最近メディアリテラシー出やすいですから、そういう人はちょっと聞いてもらえばなというふうに思います。それでは内容ですね。まず世論とマスメディアという話です。社会の様々な問題について、多くの人々によって、共有されている意見、まあ、いろんな人がその社会の課題について思うわけですね。例えば地球温暖化について、まあ、私たち日本人で言うと、まあ、二酸化炭素減らしていきましょうよねとかっていう意見が、あったりするんですけど、まあ、それに対して、まあ、その発展途上国の人からすると、いやいやと、もう俺たちは発展するためにとにかく二酸化炭素出したいぜとか、まあ、二酸化炭素出したいぜっていうわけじゃないですけど、まあ、二酸化炭素出すのもしゃあないぜとかっていうふうに、人々っていうのはその立場によって、意見っていうのは違うんですね。で、今はその世界の話だったんですけど、日本の様々な問題の中でも、まあ、いろいろな立場によって様々な意見があるわけですね。そういう、まあ、そのいろんな人々の立場の意見っていうのが共有されている意見、まあ、日本人のその、まあ、多くの人の意見というか、この社会問題については、こういう意見がありますよね、とかっていう、多くの意見っていうのを、世論というふうに言います。まあ、そのまま漢字の通り、世の中の論ということで、世の中の人たちがこう考えているよっていうのが、世論になっていきます。で、まあ、その、もちろんその、世論っていうのは多くの人々が、その、思っていることなので、政党ですね。前回の授業でもやったんですけど、まあ、政党っていう、まあ、そのグループですね。それは、これをもとに政治を行っていく。世論をもとに、あ、人々ってこう思っとるんや。じゃあ、こういう風にしていかなきゃいけないな。例えばさっき言ったように、二酸化炭素については、日本人の人は、まあ、その、あんまり出したらいけないなっていう風に思ってるんだ。だったら、政治でもそういう風に二酸化炭素を少しでも減らせるように、太陽光パネルを積極的に作っていく政策をしていこうとか、火力発電減らしていこうよっていう政策を行っていこうっていう風に政党は判断するわけですね。じゃあその世論っていうのはどういう風に作られるのかっていう話で、人々っていうのは自分の意見をまとめる上で、まあ、主に何を使うのか、何を使って世論を作っていくのかっていうと、新聞やテレビなどのマスメディアっていう風のを通して、まあ、マスっていうのは多くの、メディアっていうことなので、多くをその広げる、ことができる新聞、まあそうですよね。全国に新聞っていうのは送られるので、その一つの、まあ何々新聞っていう会社が書いた意見っていうのが多くの人に見られます。テレビっていうのも、まあ、その放送局っていうのは、まあそんな何千個もあるわけじゃないので、まあ、何十個とか何個っていう風なので、それが全国に放送することで、意見っていうのを形成していくことになります。まあ、マスメディアでは、この政党はこういうことしてますよ、政府はこういうことをしましたよっていうふうに新聞テレビとかは報道することで、人々っていうのは、あ、今の自民党ってこういう政策してるんだ、維新の会っていうのはこういう政策してるんだ、だからこれ応援しようなっていうふうになっていくわけですね。で、このマスメディアっていうのは多くの人にその、まあ、影響を与えるからこそ、人々が正確な情報をもとにして広い意見を知って自分の考えがまとめられるように、報道の自由っていうのが尊重されるべきなんですね。多くの人、さっきも言ったように多くの人に影響を与えられるからこそ、じゃあ偏った意見とか一部の意見、一方的な意見っていうのを出しているだけだと人々に大きな影響を与えてしまうから、そういうのは良くないよっていう話ですね。じゃあ私たちはそのマスメディアとどう向き合っていけな、いかなければいけないのかっていうことで、そもそもマスメディアっていうのは世界中の様々な情報、から、報道するものを選んでいるわけですね。
まあ、1時間のニュースで何千個もそのニュースを取り上げるわけではいけないので、1時間の中で収まる範囲を世界中から選んできて、それが大事だな、これが大事だなって思うものを、選んで報道しているわけですね。ただ私たちっていうのはその1時間の、放送で流れているものが重要な情報っていうのを考えて、捉えるんですね。なので同じ内容でもマスメディアが注目して取り上げる側面が違えば、人々の受け止め方が変わるっていうことを私たち自身もちゃんと理解しなければいけないんですね。この放送ニュースでやっていたからこれが全てじゃなくて、世界中には様々な問題が起きているよ、その中でまあその何々テレビが選んだ、ニュースがこれですよっていうことを理解しておかなければいけません。はい、マスメディアが伝える情報っていうのは各社の情報、各社の意見っていうのが、反映されていたり、後から不正確だったっていうことが明らかになる場合もあるっていうことも重要ですね。その、まあ、さっきも言ったように、その、この会社がこういう意図で発信してますよっていうこととか、まあ、その、情報が 100% 正しいっていうことは言えないっていうことを、そのテレビを見ている私たちも、理解しておかなければいけません。特に近年っていうのは、インターネットとか SNS を通して、政治の意見を得ることっていうのが、多くなってきました。ただ、これらっていうのは、まあ、その、まあ、嘘とは言わないですけど、まあ、裏付けがなかったりとか、まあ、不正確であったり、一部の意見が誇張されているものっていうのがあったりするわけですね。なので、私たちは、マスメディアとか、インターネットの情報っていうのを、批判的に読み取るっていう、メディアリテラシーっていうのが大事になっていきます。メディアリテラシーっていうのは、情報をうまく活用する力です。この情報って本当にそうなんかなっていうふうに、ちゃんと批判的にも考えられる力っていうことですね。まあ、その、さっきみたいにその、情報が非常に多いので、すべてを信じていたら、あ、そうなんだ、そうなんだ、そうなんだってなっていると、一部の意見とか、ある一面から捉えたことしか理解できないことがあります。ちゃんと別の立場とか、その情報をちゃんとうまく活用する力っていうのが大事になっていきます。はい、そういった中で私たちそのメディアリテラシーをうまく活用しながら、情報をしっかり、受け止めて、世論っていうのを形成していかなければいけないんですけど、まあ、近年っていうのは政党とか政治家っていうのがマスメディア、インターネットを効果的に利用する工夫っていうのが見られているんですね。短い言葉でこうしていく、こうしていこうっていう言葉とか、あとはネットで発信していったりとか、そういったように今の若い人たちにも、情報を知ってもらう工夫っていうのが、されています。まあ、このように政党とか政治家っていうのが理念とか政策っていうのを人々に伝える努力をするっていうことは非常にまあ、私たちにとってもいいですし、民主主義にとっても重要になっていきます。ただ、まあ、先ほど言ったようにこのメディアリテラシーっていう話もそうなんですけど、私たちっていうのは、一つの考えをそのまま信じるのではなくて、異なる意見っていうのも聞いて十分議論した上で公正に判断することが大事になっていきます。今まで、現代社会で私たちっていうところでもやってきましたし、政治の話でもしていきました、憲法の話でもしてきましたけど、ちゃんと異なる立場の意見を聞いてしっかりと議論していくっていうことが重要になっていきますよっていう話になっていきます。はい、というわけで今日はマスメディアと世論っていうことについてやっていきました。私たちっていうのは様々な情報をもとにして、社会問題に対する考えっていうのを持っています。まあそういったものは世論っていうふうに言われるんですね。世の中の人の、まあ議論、意見っていうのが世論になります。で、その世論っていうのはどう形成されるのかっていうと、まあマスメディアですよね。テレビとか新聞っていうマスメディアを中心として、私たちは情報を手に入れて、あ、そう思うんだ、こういうふうな意見があるんだっていうのを判断していきます。ただ、大事なことは、その情報って本当に大事なんですか？その情報って本当なんですかっていうふうに、しっかりと情報に対して批判的に考えていくメディアリテラシーっていうのが大事になっていきますよ。そしてそのメディアリテラシーっていうのを大事にして世論を形成していきましょうよっていう話になっていきます。